今足を踏み出しましたが、踏み出しの前には蹴りが含まれておることは先ほど説明した通りでありますが、さらに内反地の歩みの場合は足を叩くように進むんでなく、すり足で進んでおりますが、入った場合に必ず相手の足を押さえて姿勢を崩すと、相手の姿勢を崩すという意味が含まれております。